おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあこの実況を上げてる頃にはね、まあ大丈夫と思うんで、そろそろネタに出そうかなと思ったことが一つあって、このゲームにはですね、ウィキが存在します。まあ昔黒ウィキって言われてた時代もあるんですけど、今は白ウィキになっちゃったのかな。はい、オレンジと白で構成されているね、モンバトル大魔王の構造パターンとか書いてあるウィキがあるんですね。そこにですね、なんかね、粘着中なんかね、僕の熱心なね、ファンがいらっしゃってね、今回使っていくのはですね、サソリアーマー、カブト小僧、イバラドラゴンあのね、コンチフチームなんですけど、実は動画で気づいたことがあってね、昆虫チームの動画ってほとんど出したことないんだね、俺。300回を超えて気づいたことがあったのが、昆虫チームの特集みたいなのをほとんど組んだことがないということです。まあ、ラリフォービートあたりが活躍してる動画見たことあるんですけど、昆虫チームで普通にプレイする動画ねえじゃんって思って、いや作ろうぜって思って作りました、今回とね。昆虫で戦っていきたいと思います。まあ、昆虫のいいとこをね、まず皆さんに紹介します。まず一つね、弱点、特攻攻撃がないです。はい。これ優秀ですね。はい。昆虫だけならですよ。イバラドラゴンはドラゴンなんですけど。はい。残念ながら。で、昆虫のいいとこ、その2。打撃に硬い。イバラドラゴンが一番弱い。イバラドラゴンはですね、身の守りの割に、身の守りと裏腹に打撃小弱点ですからね。はい。そのせいで、このように、身の守りとは裏腹にめっちゃ食らっていきます。昆虫のいいとかね、打撃に硬い、なんだっけ？あ、もう終わった。そしてね、相性補正が優秀！いくぜー！強ーい！まあ弱点は取ってるけどね。相性補正がね、まあテロップで出しとくわ。まあ画像で出しとくね。昆虫の相性補正ってかなり実は優秀でして、まあ、力が 10% 上がるだけでも結構やばいんですけど、状態上浮遊率が上がるんですよ。まあ今回は残念ながらテールハンマーや勝ち上げでね、上がるぐらいなんですけど、おい、ちょ、強い！転ばせないんで、このようにね、状態上もね、かかりやすくなるんで、かなり強い相性なんですよ。相性としては強い。うん。ただ、まあ、今回は割と優秀な昆虫たちを集めてるんで、気にならないんですけど、まあ、ここにね、マンドレイクとかいる昆虫に属するモンスターが少ないんですよね。せっかく特攻綺麗なってなっても、別に、その、弱点が、炎で弱いやつとかがはっきりしすぎていて、基本的なやつが。カブト小僧とかはね、異端児で炎に強いんですけど、例えばまあ、お化けキノコとかがどんどん炎の方に燃やされたり、マンドリークとか。ろくなことになりません。だから、そのせいで。まあ、優秀な昆虫は割といますよ。単体モンスターとしてはなかなか優秀なのか、こいつらですね。イバラちゃんはちょっと微妙かもしんない。いや、院長、まだできた。さっきあんなにボコボコにしたのにさ、まだ懲りへんか、お前。なんか、ランダムからしゃあないことはあるけどさ、院長2回出てくることないんちゃうか、わざわざ。院長最大。もう1回ボコボコにした差し上げましょうよ。噛んじゃった。まあ、打撃、サソリアーマーとかカブト構造って弱点も少なめで、わざわにね、物理的行動炎が含んでる。あ、これダメ。あー、効くそれはダメだけどね。うん。割とね、弱点も少なくて優秀なのがサソリアーマーやカブト構造。HP が低いのがちょっと弱点かな。わーお昆虫たちって HP が低いやつ多いっすね。まあ、こいつはま、ドラゴンのおかげで、ダブル召喚もあるしね。わお、やれ。昔は、もうちょっとイバラドラゴン強かったんだけどな。あー、それダメ。吹っ飛んでくれ。イバラドラゴンはね、吹き飛んでいくと思うんで、よろしくお願いします。ヒェーイサソリアーマンを吹っ飛んでくれ。今回はダブル召喚はイバラドラゴンだけですね。他はマスターダブルスキャンして雑にね、攻撃力上げてあるんですけど。まあ、イバラちゃんはダブル称号があると、あーダメやめてあっ正直言います。イバラドラゴンは、うん、なんだろう。あまり強くない。昔強かったのに。昔もうちょい強かったね。灼熱の息もうちょっと強かったんだよ、ワンの頃。それがなんか弱体化してこうなったみたいな。でも今回はね、なんか取った覚えあるのにさ、もう残ってなかったからね。頑張ってもらいましょうか。ゾーマコースかいするってと、これはゾーマコースってことかい面白い。昆虫がゾーマに勝ったらそれはそれで面白いからね。さあ、まずはですね、前座。
バラモス・ゾーマルの暴れって割と鬼畜だよな。実機時代でもあんまり昆虫パーティーっての見たことないっすね。いや、なんか昆虫パーティーはない。昆虫が入ってることはあったよ。サソリ、アーマー、カブト、小僧あたりは。昆虫パーティーは見たことない。わざわざ相性補正かけてまでの純昆虫は見たことないな。あ、これいったね。あ、強い。やるな、身動きできない。素晴らしい。よくそんなことできたな、お前。うわぁ、ちゃちゃちゃ、強い。破壊力抜群じゃねえか、お前らよ。やるね。そんなところで張り切っていて、ゾーマで息切れすんなのやめてね。言ったよ、俺。さあ、開幕素晴らしいぐらいの意気込みを見せてくれました。ゾーマで絶対下手れる。バラモス一旦目でよく止めたね、いきなり。イバラちゃんすげえなぁ。さあ、まあまあ、ここはもう適当に光玉使って、まあ、勇気貯めて、ゾーマ戦を有利にしましょうや。まあでも、おう、勝ってー。昆虫たちってね、硬いやつ多いからね。うん、柔らかいやつもいっぱいいるけど。もうすべ、もうちょっと昆虫の単体能力上げてくれてよかったんだよね。お化けキノコとかさ、マウンドレイクとかさ。単純に昆虫の種類も少ないっす。DLC を足しても、てか DLC いねえじゃん。DLC にいねえわ。昆虫なんざ。お、ここで、よくお前選ぶな。ためないね、今日。カブトの角へ勝ち上がい。おう、残ってるね。サソリアーマーちゃんやったって。ほう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 。最後のあがきみたいなもんよ。それはもう最後のあがきって言うんよ。いやー、ちょっとバラモスちょっと情けないな。じゃあ、サソリアーマーちゃんやっちゃって。はい、アリーナの弱点ついていこうぜ。せーの、はい、ちょっと、オッケー。さあ、ゾーマかな？基本的にはゾーマ。で、たまになんか偉いのが出るんですけど。さあ、昆虫で何の大魔王に挑むんでしょうかね。勝てる気がするな。なんかね、割と普通に勝てる気がするわ。ぶっちゃけ赤目だと思ってたんで、私は肩透かしを食らってる気持ちです。赤目、まあまあ、赤目だったらまず、まあ、剥がすところからスタートしてたと思いますけどね。あの、DLC なしで、そのやるのって、バカほど大変な、バカほど大変ですが、多分できてねえんだわ。できてねえんだわ、多分俺のことだから。さあ、打撃弱点なんでね、勝ち上げのフルアタック、いくぜよ。サイコキャノンはイバラちゃんに飛ぶと思います。身の守りが140あろうが打撃小弱点のイバラちゃん。そしてやっぱりこうなった。おー、でもまひらなかったのは偉いです。素直に褒めます、ここは。せーの、出るハンバー。あ、ちょっと、バン、オッケー。すごーい、やるでー。今日は敵に打撃弱点が多いな。灼熱の雪の威力も十分なんで弱点取れてますね。さ、頑張っていこうぜ。カブトの角で勝ち上げー、せーの、はい、いいねー。まあ、とどめボーダー乗せれるよね、多分。さ、デルハンマー、5ターン目まで耐えるだけです。もう白目ゾーマーもうねー。あ。ちょ、昆虫たちすごいぞ、こいつら。本気出してる。マジで本気出すんじゃねえか。いよいよここまで来ました。おめえらすげえよ。それはおめえらすげえよ。いや、昆虫補正確かに強いよ。それは認めるんだけど、ここまで強いとは。ちょっと頑張りすぎてないかい。大丈夫かい。頑張りすぎてないかい。もう。さあ、マヒャドの回避して、また最強になりましたね。そして、まあ、まあ、これはもう仕方ない。これ、ここはもう、ここになるのは仕方ない。十分十分、頑張ってる頑張ってる。もうびっくりする頑張ってる。そこまでしなくてもいいのにってぐらい頑張ってるなんだったら。まさか止めるとはね。昆虫杖、大魔王もね、大魔王ですらね、止めてしまえるほどの、まあ止める、まあ不可能ではないけど、ここまで運が向くとは。ここまで運が向くとは俺も思ってないんですよ。まあ、コンスタントだったらもうこれでいけると思います。イテハなんで来るとしても。イテハマヒャドの卓なんで、ちゃんと攻撃やってれば大丈夫です。なんだったらギガスラッシュでもよかったかな。でもそれは入れすぎか。1体当たればいいだけなんで。このうち1体当たればもう内定だしよ。勝ち上げー、せーの、はい、あー
おお、よかった。相手使どう。よかった、よかった。本当に。で、カブトこそ、お前なんか、今日ひどくない？あれ、カブトこそなんか今日ひどくない？でも、会心は出してるか。会心でなんかみんな多分一回ずつ見せ場作ってると思うんだわ、多分。3-3-4-2なんで、前足りてたんですけど、足りてとはいたね。はい、SP なしで勝って、そうですね。それ勝てるよ。白目ゾーンも何回やったと思ってんだよ。ねえ、俺思うんだけどさ、白目ゾーンも何回やったと思ってんの。もう行動もわかるし、ある程度なんか、昔あんなに苦戦したとのなんだ、サイコキャノン引いてるし、昔あんなに苦戦したとのがもはや嘘のように見えてきた。なんか、ライアンでゾーマ倒した時も嘘やと思ってるけどさ、モンマスでちゃんとパーティー行くんでさ、ゾーマ倒すのってすごいなんか楽な気がしてきた、もはや。なんかもうそういうレベルになんだなーって思うと。なんだこれ。ただ、一つ言えることはね、おめえらよく頑張った。見せ場を作ったと思いますよ。さあ、まあ、突破しちゃいましたね。敵ではなんか、待て。ちょ、待って。え、こんなことあんだ。ちょ、どうしよう、どうしよう。ホームボタン。あのね、納得したわ。前回白目ゾーマだったじゃないですか。昨日なんですけど、まあ日改めて撮ってたんですけど、確かにあれは僕たちが有機補正を持ってたよね。有利な状態だったわけだ。ということはじゃあね、フラットな戦いでいきたいと思います。はい、勇気持って挑むなどね、ちょっと卑怯だぞと。はあ、実況もへったくれもないような気がしますけど、このゲームには。よし、正々堂々やり合おうや。白目かつね、まあ、勇気のね、量が有利な状態でこの前やったから、もう SP も何もなしでさ、しかも、行動まで理想だったからね、サイコキャノンとかの。なんでね、まあ、2回目ちょっとね、これで勝ったらもう認めてくれるよね、みたいな。昆虫チーム頑張ったよと。しかもなんだったら止めとったよね。結構散々な目に遭ってたんですよ。日を変えてね、ちょっと新たに仕切り直すということで今回よろしくお願いします。同じ目に合わせてやるよ！おら！打点は十分取れてるんで、まあもう一回同じ目に合わせてやってもいいんだぜ、おい。テールハンマー？わっちょっぱ、はい。もう一回同じ目に合わせてやってもいいんだぞ、おい。うおお、来た。昆虫ぐらいはね、基本的に炎に弱いんですけど、こいつらは例外です。炎に強いんで。まあまあまあ、そこそこ経験してくれる。300ぐらいかな。うわぁ !300 でいつとか、そういう問題じゃねえじゃねえかよ。300でもなんでもねえ。すごい距離積んでったけど、君たち。300くらいかなって。甘いわ。あまりにも甘い見積もりだったわ。見積もりが甘すぎたわ。マジか、おい。おお、ちょっと待ってね。これは嫌な予感がする。次、ズガスパークで死ぬか。ワンチャン、次、ジゴスパークで死ぬ説あると思います。あるねー。なるほどね。さあ、ちょっと悩みどころの行動ターンになりましたね。なるほど。まあ、本領発揮と、ゾーマのね、本領、あ、はい！本領発揮というわけですか。じゃあ、賢者にし。マジックバリアちょっと爆地すぎにも程があるかな。サイコキャノンで、イバラドラゴンが900とか飛んでく可能性は大いにある。どっち引いても食らうと思うんでね。ここは、賢者の石を選択。剣士の歌はちょっとやりすぎたね。まあ、賢者の石が丸いんじゃないかと。勝ち上げーせーの、はい。さあ、フラットの状態でいい勝負だな。いいよいいよ。この勝負でいいんだよ。まあ、フラットでやった時にどっちが勝つか。気になるところであるからね。さあ、このターン大事？貯めるからサイコキャノン誰に行くか。これも大事。サイコキャノンが誰に行く？はい、イバラちゃんだよね、やっぱりか。さあ、1044。どうなのこれ。燃え盛る息を吐き出せー。どうなんだ。やべ、マヤド耐えるから。イバラドラゴンって氷弱いよね。あれ、イバラドラゴンって氷と暗黒ダメだよ、どっちも。イバラちゃんが、どんぐらいか。マヤドが耐えるか怪しいっす。マヤド耐えるか怪しいですね。またこのターン、凍結カードもあるんで、ゾーマって。はい。ゾーマが高校凍結カードもありますね。うん、どういうなるかわからない。全くわからないです。マヤド耐えるかどうかもわかんないです。
え、どうなんだ、マヘド死ぬか。いや、1044でしょ。うわっ、さあこれでとどめを刺してやろうと言わんばかり。いや、こっちは昆虫の虫の息というものがございます。え、虫の息ってあれもしかして死んだ。我虫の息、昆虫意地見せられず。